パーティー？なんか始まってる。パーティーだ。こんにちは。昨日は写真集配信ありがとう。めちゃ寝てた。11時半ぐらいで起きた。花火だ。花火大会結局一回も行ってないわ。大人は行かないか。子供の時だよね。うわ、何それ、置いたんでかなタコ。タコ、すご、5個ありがとう。すげえ。なんそれ。おもろ。こんにちは。こんにちは、こんにちは。メイクしよう。これさ、たまや、山猫坊主ありがとう。たまや、これね、セザンヌの下地のラベンダーなんだけど、これあのなんだっけ、あの限定だったんですよ。でなくて、もうでもめっちゃ買って、でもめっちゃ気に入ってて、でも限定だから、今日日焼け止めいる？いるね。限定だからね、なんか困ってたんですよね。したらね、ちょっと古めの薬局に行くんですよ、そういう時は。最新の薬局は限定商品とかはもう旬が過ぎたら置いてないんですよ。だけどもそういう時はね、ちょっと古めの個人系っぽい薬局に行くと、ちょっと一昔前の限定品も売れ残ってたら一生置いてるんですよ。そう、入れ替えがあんまないから。それを見越してずっと探してて、この前ありました。3つだけ置いてあったから3つ全部買った。これ1個でも言って500円ぐらい。めっちゃ嬉しかった。都会のね、最新式のあのドラッグストアはもう限定品の販促期間が終わったらすぐなくすんですよね。てか売れるし。だけど田舎の個人経営のドラッグストアに行くと、いつまでも昔の商品が置いてあって最高です。これライフハックです。てか出しすぎた。
さすがでしょ。そのレジのおばちゃんにさ、つい、え、これマジめっちゃ探してました、神ですって言っちゃった。おばちゃんキョトンとしてたけど、そういう人多いと思う。これ大阪にお店あるんだ。ちょっと聖地巡礼したいな。聖地巡礼？丸福、丸福コーヒー店。大阪の人知ってる？丸福コーヒー店有名なんかな。昭和9年創業。え、インスタとかあるよ。全国28カ所？そんなにあるの？え、広島にもワンチャンある？店舗、店舗情報。あ、でもやっぱ本店がめっちゃエモいわ。おしゃれ、レトロで。伊丹空港にある京都大丸店、星ヶ丘テラス、梅田阪急、阪急梅田店、ヘップナビオ店、ルクア、イーレ店、震災橋パルコ店、めっちゃあるやん。ハービスプラザ店、アベノハルカス店、元町ユフラ店、中之島大ビル店、JR 高槻、大日店、四面、神戸阪急店、西宮ガーデン店、ガーデンズ店、銀座三越店、羽田空港店、どこでもあるやん。そごう千葉店、東武池袋店、ヨドバシ秋葉店、多摩プラーザ店、東急吉祥寺店、川崎アゼリア店、名古屋三越栄店、阪急博多店、岩田屋本店。結構いろいろあった。広島に作ってほしいな。何で有名なんだろう。私これしか知らなかった。こだわり。まだまだコーヒーが貴重でハイカラだった時代。守り続けた食い倒れの街大阪でのご愛顔。豆の声を聞いてるらしい。コーヒーがあれだね、一押し。角砂糖にもこだわってる。うわ、行きたくなってきた。行こうかな。割とどこでもある。ミックスジュースも有名だって。興味湧いてきたわ。あ、そごう店は臨時休業してます。千葉臨時休業してます。羽田も臨時休業してます。台風で。お気をつけください。いいじゃん、丸福コーヒー。7000人もフォロワーいるよ。水着乗せてないのに。すご。今度行こう。聖地巡礼じゃないけど別に。今度行こう。フォロワーって水着乗せないと増えないんだなって思いました。そう、水着とかの写真だけ異常に外部からの見られる数が多い。だからさ、水着とかさ、下着ってさ、検索してる人が多いんだなって思いました。インスタってそうなんだね。インスタっておしゃれ女子のとこだと思ってたからさ、そんな
で水着目当ての層があんまいると思ってなかったからびっくり。もっと乗せたくなりました。あ、ニャンスケって検索してんの？出てこんな、なんも。なぜバレた？おい。素晴らしい。そう、昨日の夜ね、家帰って SNS めっちゃ頑張ったの。とりあえず写真集のこと全部つぶやいて、こんにちは。そう、命の歌の告知もして、ギリギリインスタの告知、インスタの投稿も間に合った。タコス偉いでしょ。本当はもう帰ってダラダラするところをさ、12時までにやることちゃんと全部終わらせてね。インスタまで投稿してさ、さすがにちょっと偉かった。そう、頑張りました。インスタ更新したのでぜひ見てください。可愛かった？嬉しい。ナイトプールで遊ぶのは嫌だ。でもナイトプールってさ、焼けたくないから行くだけで。そうそう、そんな嫌か。ちなみにナイトプールの写真集にゴリゴリ盛り込んでるのでお楽しみに。仕事戻る。いってらっしゃい。おへそ解禁。おへそはね、私さ、デベソだから昔からなんかね、なんか保険適用でできるらしいんだよ、デベソの手術って。だからなんか昔からしたいなって思ってたんだけど、そう、なんか何の時かな、トイプードルと君の物語のをやった時かな、なんかね、へそについてファンの人にすげえ言ったら、全然大丈夫だよみたいな感じで言ってきたから、それ信じてもう私はデベソで生きていくって決めたから、みんなのこと、みんなの反応を見てもうデベソ気にしないことにしたからね。責任取ってよ。デベソ推しです。デベソ推しです。これ中身がなくなったので詰めます。これをね、ここに詰める。持ち運び用に。ね、これさ、このクリームチークがね、ここに入ってるんだけど、この部分の厚みいらなくね？これが重いんだよ。
むずい、これよいしょ、 OK。 ペペ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 、ちゃんと活用。汗かく。化粧してるそばから汗かく。熱い。ただいま。部屋の温度25度、湿度 53%。 どどどどど、湿度がまともで安心した。パウダーは何使ってるの？コスメデコルテのゼロマン。よいしょ。ちょうどいい温度ですか？25度ちょうどいいんじゃない？ありがとう。あ、福フェスのタイムテーブル多分明日出るわ。さらっと言うけど、後でツイートするけん、あの拡散しとって。偉いでしょ。もうなるべくさ、8月ギリいけるね、上旬中旬、なるべく8月の早めに、ギリで前半と言ってもらっていいでしょう。8月の31まであるし。に。出せたっていう。早めに出した方がね、動きやすいでしょ。まあでもごめんけど、福田推しは最初から最後まで拘束される羽目になるけどね。あのコラボがあるから。今必死にダンス覚えてます。そう、でも福田推しじゃない ST 推しさんの人は全然あの夜から来てもらえればって感じだと思うんで。あ、でもなーちゃん見るか。いや、楽しみに。日焼け止めスプレー買いました。日焼け止めスプレーはシューって塗ったら一回こうやって伸ばすんだよ、手で。その方が馴染むから。グループショットあるの？特典会はあると思う。まだちょっとレギュレーションが上から降りてきてないけど、特典会とかはさ、私が決められないんだよ。そうそう、大人の事情がいろいろあるらしくて、だからどんな風にやるか分かんないけど、何かしらはやると思われます。
眉毛描いたらちょっとまともな人っぽ感出てきたでしょ。まともっぽく見えるでしょ。こんにちは。眉毛の力は偉大です。男の人もさ、眉毛だけ整えたりするでしょ。美容院、床屋で眉毛とひげだけやってもらったりするじゃん。あれ意外と大事だよね。結構変わるくない？美容院ではできないでしょ、眉毛カットって。床屋じゃないと。こんにちは。てかさ、この前ね、これ言おうと思ってたんだ。リコちん言ってたかな。あのさ、あの写真集のあの壁の広告あったじゃないですか、渋谷の。あれをね、見に行った時にリコちとなんかリコちんの方まず写真撮ってたんですよ。そしたらなんか私の方を見てすっごいあのお姉様方4人、おばさんまで行かないけどお姉さまみたいな、自分の母親たちよりは若いみたいな子たち、方々が4人ぐらいの女性がなんかすごい私のあのデコの写真を見てなんか言ってるんですよ。ですごいなんか眉毛とかもこうやって触りっていうか、こう指さして、目とかも指さして、なんか一瞬で過ぎ去ると思ったらなんか結構1分2分になんか言ってるんですよね。でも私怖っと思って、なんかなんだろうと思って、なんか変なもの映ってる、怖い心霊とか思ってね、あのその人が通り過ぎる時にちょっと意を決して、リコちもいたし意を決して、すいません、なんか変でしたかって聞いたんですよ。そうそしたらね、あのいや眉毛本当に綺麗だなと思ってね。あと瞳の中にカメラマンも映ってるのよ。こんなに高画質なのにお肌も綺麗で本当に若くていいわねって思ってたのよみたいな感じだったんですよ。で私が、あ、よかったです、なんか変だったらどうしようと思ってって言ってね。でいやもう本当にあの可愛いですよねみたいな言っててね。でおもろいのが、だからそれで終わると思いきや、ありがとうございますみたいな感じで終わると思いきやね、その後、え、待って、本人って言われて、そうリコチがリコチのこのポーズの前でこうして写真撮ってたから、え、待って、似てると思ったけど本人、ってなってね、二人で。そう、そっからね10分ぐらいなんかすごいね褒められて、めっちゃなんか10分ぐらいめっちゃ褒められて、なんかすごかった。何も覚えてないけども、なんか多分お姉さん方も多分ね、あの一杯きっかけた後だったか分かんないけど、なんかすごいウキウキで、本当に10分ぐらい自分たちを連れて行って、写真集の前のあの壁の前で、これはねここがこう素晴らしくてね、でもこっちはこうなんだけどねみたいな感じで全部謎に解説してくれて、でその後結局なんか ST4 ところで ST48 ってご存知でしたかって言ったら、あ、名前は聞いたことあったけど、あんまり知らなかったから、写真集買うねって言われて、そう。全然アイドルとか興味ないであろう人たちの4人のファンを作れた。と思って、めっちゃ嬉しかった。すごくない？めっちゃすごいよね。私これカメラ回しといた方がいいんじゃないかと思った。そう。音楽が好きなのよって言ってたから、そう。でもね、上品っていうか、ちゃんとしたお姉様方だったよ。ちょっとリコチの方がお話が上手だと思うんで、あの、リコチに聞いてください。私、あのね、エピソードトーク、あ、難しいね。なんかあんま覚えてないわ、もう。早めに喋ればよかった。そう、リコチにまた聞いてください。え、だからリコチと今度コラボ配信した時に、コラボ配信すると思うから、その時に言うわ。めっちゃすごかった。あれカメラ回しとくべきだった。なんかあんなに人生で褒められたの初め、親より褒めてくれたよ。まあ親は褒めないか。
すごいね、褒められた。うん、しかもさ、なんか声かけられてさ、長時間居座られるとなんか、あ、なんか大体なんかもやっとするんですよ。なんかいつ切り出せば、いつ切り上げようかなみたいな、もし聞きまずいみたいになるんですけど、そのおばさんたちが異常にめっちゃ気持ちよくずっと褒めてくれるから、もっともっともっとちょうだいみたいな気持ちでずっとうんうんって聞いてた。10分ぐらいおもろかったな。結構それもあって、それもあってあの日帰るのめっちゃ遅くなったけどね。そっから写真撮ったりしてた。ノリ良かった、面白かったな、めっちゃおもろかった。じゃあリコチと喋るね今度。いや、しかしあの STU のファン層じゃないであろう人たち、明らかに明らかに STU のファン層じゃないであろう4人を増やせたのめっちゃでかくないですか。しかも音楽好きって言ってたから、そうそう、インスタフォローするねみたいなの言ってたから、ワンチャンどっか来てくれるか。なんかそういう人たちのためにもさ、なんか難しくない申し込み方の講演って必要だなって思いました。ね、いやだからさ、こういうことが自分たちがいる、いない、いるとこでもいないとこでも何件、何、いろいろ起きてるのかもねと思ったら、やっぱ渋谷の巨大広告めちゃめちゃ意味あったなと思って嬉しかったです。え、そう、福フェスの話もしたよ。福フェスの話をするぐらい喋ったので、私今度フェスを香川でやるんですけど、稲穂ライダー呼びますって言ってた。稲穂ライダーって言ってた。稲穂ライダーのネームバリュー、やっぱあの世代にとってはめっちゃいいね。香川はいけないけどすごいみたいになった。稲穂ライダーサンキュー。やっぱ稲穂ライダーすげえわ。紅白出場歌手さすがですわ。音楽好き姉さんたちには刺さってたよ稲穂ライダー、面白かった。ちょっともうちょっと上手にお話ししてほしいから、今度リコチ召喚するわ。こんばんは。すごいよね。だから駅広告ってなんか見たことある顔になるから、めっちゃ大事だなって思いましたね。あんなに意味があると思ってなかったから、すげえわ、すごいよね。インパクトあったよね。そうだよね。ありがたい。
よいしょ。いっぱい喋ったから、あの1時間のうちに使える口数今だいぶ使い切っちゃったから、急に無口になっちゃいました。ごめんね。1時間のうちにさ、あーを10回とか、なんかいいを10回とかね、使える言葉の数が決まってるんですよ。でさ、今多分めっちゃ写真集のしやしゆし、うん、ししがしをめっちゃ使っちゃったから、しばらく使えない、使い切っちゃった。ちょっと一回セーブしないと。制限あった。だから私人生においてさ、福田あかりですって言葉めっちゃ使ってるからさ、だいぶ使えなくなりそう、老後。でもありがとうございますとお疲れ様ですはいっぱい使えるよ。それは無制限って決まってるから。うどんももうすぐダメ。こんにちは。後半は名字変わるからいけるかも。あ、にゃんすけあかりってなるからか。にゃんあかり？にゃんごろみ。福田あかりです。増量キャンペーン中？あ、そうだったよね。よかった。にゃんごろ、にゃんすけ。こんにちは。かわいい。名字の頭が福、福田の霊は福ちゃんって人大量発生してるよいつも。俺も福ちゃんですって言ってよくいろんな人が来てくれるけど、福田、福本、福島、福、福、福井、福、福沢、福、なんだろう、福間、福、なんかいろんな名字の人が来る。福ちゃんですって言って親近感湧く。会社で福ちゃんって呼ばれてますってみんな言うよ。そうだから私同僚っぽい名前なのかなって。私同僚っぽい名前の福ちゃんって同僚っぽいのかな。なんか会社で福ちゃんって呼ばれてますってあのお兄様方がいっぱい来るよ。男女どっちでもいける。確かに福ちゃんってまあ気に入ってるけどね。結構
花火ありがとう。今日はいつもと違うマラカスにしてみようかな。ポン太郎、花火ありがとう。花火大会行った？すごい寝癖。ちょっとしばらくこうしとこう。こっち側に寝癖がついてる。花火大会今年行ってないな。はーい。家から見えます。いいなぁ。はーい。テーブルハウス。なんか3日連続このこういう配信してる気がする。昨日もさこんな配信してたよね。お盆だ。お盆時からだ。ダラダラのお盆。なんか3日連続ご飯食べてメイクしてダラダラみたいな。お盆配信だって。お盆だったら昼みんなが見てくれてるんだもんね。むしろさ、なんか今の時間が一番暇なんじゃない？みんなもどう？まつげピンセットで揃えないの？なんでそんなこと知ってんの？やんないよ、めんどくさい。あれやってる子尊敬してる。まあまあ最新版だけど、そのメイク方法。ゆかりんご、武道館中止になったからやることない。今日の武道館は何のライブだったんだい？
ちょっと言われたからちょっとやってみてるけど、めんどくさいわこれは。あっぱれって武道館立つの？すげえ。え、いつの間にそんなことになってんの？あっぱれってそんなすごいんだ。マジか。え、事務所どこ？エビ中とかそんな感じ？え、あっぱれ？え、ピールズアップルじゃないよね？え、すご。そうなの？え、あっぱれって、ハロプロ？え？あっぱれってハロプロ？すご。そんなメジャーな事務所じゃないはず。え、めっちゃすごいじゃん。マジか。すげえな。それは中止めっちゃかわいそうだね。すごっ。かわいそう。うん、なんだ。うわー、でも台風は本当に誰のせいでもないからどうしようもないもんね。うわー、しかも武道館なんてさ、こんなお盆のいい日程とかさ、なかなか抑えらんないでしょ普通。うわー、かわいそう。急にね、大体日程になったとしてもさ、平日とかしか取れなさそうじゃない？もう土日とか全部埋まってそう、1年以内。かわいそうに。そうなんだ。それは心が痛いわ。悲しいね。かわいそうすぎる。マジか。しかもアイドルってさ、いつまでも同じメンバーってわけじゃないじゃん。なんか誰が辞める辞めないじゃないけどさ、なんか多分今の何人とかで立ちたいって気持ちってめっちゃあるじゃないですか。それも辛くない？別にその辞めるとか辞めないとかじゃなくて。わ、今のこの瞬間このメンバーで立ちたかったみたいな絶対あると思うんだよね、練習とかしてて。へえ、大変。でもお客さんの安全が大事ってことですもんね。いい運営なんじゃないですか。そっか、大変だそれは。ディズニーランドも3時で閉まる。へえ。確かにディズニーやばそう。ディズニーは危ないわ。絶対今行くべき場所じゃないわ。そうかそうか。大変ですな。髪の毛を溶かしたい。行けても帰れない。
TDL 空いてるの、確かに、そもそも。いや空いてるから3時までになったんじゃない。ああ消滅しねえかな。なんか悲しむ人が増えるの嫌だね。なんか自分はさ、あれだけどさ、安全な場所にいるけどさ、休み中福ちゃんの配信見たらレベル10になりました。え、この3日間でってこと？最高。やっぱ昼配信してよかった。暇でしょ？やっぱこの時間。もうこのまま福田倒しになるべきだ。ふう、カフェオレ、そうよ。今ちょっと今日のラテ撮るために髪型どうしようかなと思って、今それ目指してます。目指せ目指せ。ふう、福フェスで台風地震ないといいな。ないけど多分。地震は分からん。台風とかは、香川はあんまり直撃とかしない場所的に。ですけど、地震はちょっと分かんないな。ないとは言えない。なんなら、ね、四国は結構東海トラフやばいから、ないとは言えないですね。でもそんなこと言ったらしょうがないよ。いつかは絶対起きるんだからさ、毎日自粛するわけにもいかないじゃないですか。台風はね、安全対策取れるけど、地震はさ、ね、安全対策取ってもいつ来るか分かんないから、いつ起きてもおかしくない。今日起きてもおかしくないし、10年後でもおかしくないのよ。それが怖いところ。香川に台風来たら本州に帰れない危険、本州に帰れない危険ぐらいで済めばいいんじゃない。命の危険の方があるんじゃないかな。南海トラフのやつで和歌山の白浜行けなくなった。あ、白浜のなんかめっちゃすごいホテルあるよね。一回ツイッターでバズってて見て、白浜すげえってなった記憶。生きてれば何でもできる。そうだよ。生きてれば何でもできる。とりあえずみんな私の写真集をさ、見ないとこのように悔いが残るでしょ。だから一緒に長生きしよう。10冊目まで出すぞ。長生きして。今回がアラサー写真集だから、アラフォー写真、10年おきに出そうかな。アラフォー写真集、アラフィフ写真集。そこまで生きてらんない。え、なんで。生きて生きてって、長生きして。
回にゃんすけさんも写真集挟むわ。一回にゃんすけさん挟むね。でゴロミも一回挟もう。ゴロミなら買う。やっぱ男の子だなみんな。たとえボケても福ちゃんのアラフォー写真集の破壊力で目を覚ます。おじいちゃんが、おじいちゃんが元気になったよみたいな。おじいちゃんが久々に自分でご飯食べてるみたいな。よし、みんなのご家族を助けるためにも私は頑張ろう。おじいちゃん、私会行くの？おじいちゃん、お私会って。こんにちは。いいよ。たまにライブ中にさ、ここの三つ編みのこのゴムがさ、プチップチッって聞こえて、はっ、取れたってなる。こんにちは。こんにちは。難しい、こっち側。おはまる、おはまる。聞き手的にむずいんだけど。こんにちは。
キキテキキキキテキテキキキキテテキキキテテキ、やばいやばい、1時間に使えるキキと手がめっちゃ減っちゃうから、そんなん言ってたら。こんにちは。あ、できたできた。バーベキューの申し込み忘れないようにします。やっぱりバーベキューの申し込みだよね。みんな、初回限定版みたいなやつ、さあ、あの、シリアルコードいつまで申し込み。そういうののアナウンス、私一切してないから気をつけて。なんか、バーベキューだけまだできるっぽい。話し会の時に言われたわ、そういや。なんか月曜日まで19日まで、え、他の特典は無理、もう調べよう。懐かしい明日シリアルコード、これだ。タイプ A、タイプ B に収録されている、あ、タイプ B は CD の帯の裏だって。入力ご応募いただけます。8月19日の正午まで。あ、告知ポスターもいけるよ。ポスターは結構あれじゃない、申し込みやすいかも。あの、家にいたら届くから、当たった場合。これか、コピー。8月19日まで。どこでバーベキューやんだ。広島某所だから、9月29日に広島某所に来れる人だけしか申し込まないけど、懐かしいバーベキューはポスターは誰でも応募できるんで、これをツイートすればいいんだね。ちょっと待って、ツイートするわ。ツイートした方が分かりやすいやろ。懐かしいバーベキュー。タイプ A シリアルナンバーあった？なんか場所が違うらしいよ、タイプ A とタイプ B で。プレゼントの応募は8月19日。月曜日。スペ。シリアルナンバーを入力。
よいしょ。一応三期生のやつも書いておくか。まだ間に合います。グータイプ A には1枚のスリップ2枚写真が入っています。タイプ A は歌詞カードの1ページ目に挟んである。おお、そうなんだ。だってこんにちは。オッケー。今 URL をつぶやくので少々お待ちくださいませ。写真何にしよっかな。お疲れ様です。こんにちは。う、何してるん？スペイベの告知ツイートを作り中。スペイベ2時ぐらいに終わろっかね。こんにちは。スペイベね、まだ間に合うけどね、ポスターと。あれ、ポスターと、あ、インスタに載せた写真でいっか。おはまる、おはよう。インスタに載せた写真をツイッターにも貼っとこう。はい、ツイートしたよ。これからここの URL から申し込んでください。これで多分いけるはず。はい、どうぞ、お待ちしてます。
寝癖やべえ。こんにちは。見事にまとまったポストでしょ。ちょうど百何十文字だよ。ポスターはあの何々さんへって書かれます、本名で。こんにちは。本名か、そう、本名縛り。こんにちは。遊びに来たよ。ありがとう。CR コード入れるの大変だよね。あの瀬戸内 PR 舞台のさ、申し込みの時にさ、めちゃめちゃ実感しました。超大変でした。 CR ナンバーってめっちゃめんどくさい。でもいっぱい応募できた時の達成感。頑張ってください。投票大変だったよね。しかも1回目の PR 舞台ってさ、ハガキだったしね。あれすごかったな。ハガキ投票やばい。めっちゃ頑張ったみんなで。
この令和の時代にハガキって思ったよね、あの時。なんでハガキだったんだろう。絶対オンラインの方が集計楽だったの。いや、そうなんよ。ハガキを使わない。そうそう、それな。でもだからこそ入れたような気もするけど、福男子さんってそういうの得意な人が多いな気がする。はがきとかでコツコツみたいな努力型。今回ご自身で写真集買った？いや、さすがにショールームでは買ってないけど、名前出ちゃうからね。そう、福田あかり。あ、でも自分で買えないか。でもあの発売日の特に配るように50冊ぐらいは買おうかなと思ってます。ひとまず。50冊？うん、50冊。少ないかな。なんか PR 舞台の時もさ、CD50 枚、100枚ぐらい買ってさ、配信で私積み上げてたよね。みんなもお家に写真集を積み上げてください。思い出せる恋をしようの CD を、なんかぐるぐる王国が安くて、若干ぐるぐる王国で大量買いしたんですよ。そうで、ぐるぐる王国で大量買いして、ぐるぐる王国の特典がほのたんとふーちゃんの特典生写真だったんですけど、あのほのたんとふーちゃんの特典生写真が家に100枚ぐらいあるっていう、いまだに。ぐるぐる王国って今日のラテ撮って配信終わろう。このケロッピ状態で撮ろうかな。そうだ、昨日パルコのあれ見たよ。ノアピとかの、マイキューとかノアピとかの、あの、写真展みたいな。写真展ってことでもなかったけど、パネル？パネルみたいな。めっちゃ良かった。ノアピちゃんってモデルだなって感じ。ちょっとノアピにモデル仕事ください。めっちゃいい。普段メイクがめっちゃ薄いからこそ、バキバキメイクがめっちゃ可愛かったです。みんな可愛かったです。
1万、1万円以上する？え？あれ売ってるんだ、知らなかった。高っ、マジか、高いね。でも推しのあれは欲しくなりそう。よし、今日のラテ、リップ塗ろう。こんな感じかな。今日のラテ撮ります。こんにちは。やば、背景が汚い。ケロッピ人生。ここにケロッピでも抱いとくか。ちょっと恥ずかしいな、ラテ現場見られるの。こうして、うわ、リップついた、リップついた、リップついた、ごめんケヨ、やばい、リップついた、ごめんケヨ、ごめん、私のキスマークがお顔に、ごめんごめん。あ、取れた取れた、よかった、焦った、取れた、綺麗に、よかったよかった。ちょっと一回ティッシュオフしよう。びっくりした、ごめんけよ、焦ったぜ。どんな感じに、あ、このリップもちょっと、私の家にある最後のマルフクコーヒー。14時過ぎた。これこれだけ撮りたい。このちょっと雑な感じでいいかな、あえての。ちょっと拡大してこれぐらいか。もうちょいこれぐらい。オッケー、タイマー飲ませよ。オッケー、こんな感じで消えたやつ。
というわけで後で載せますのでツイッターフォローしてお待ちください。じゃあランキング読みます。ニョッキンミルンありがとう、ルポーン三世ありがとう、トマトさんありがとう、カンちゃんありがとう、ケンちゃんありがとう、リサーチャー44ありがとう、ナッカーありがとう、ユータパパありがとう、ピノアピちゃんありがとう、トーモありがとう、ヤマネコ坊主ありがとう、ポンタロウありがとう。1位は埼玉のいたん、昨日お誕生日を迎えたことで、ということでお誕生日もおめでとう、いつもありがとうございます。はい、というわけで私が福田はって言ったらストーチって言ってください。おりますと福田はストーチ3度の飯はうどんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。それでは皆さん、関東とかの人は、台風も大変だと思うんですがお気をつけくださいませ。はい、それでは皆さん良いお盆をお過ごしください。バイバーイ、ありがとう。